ミハエラ・クライチェックは、オランダ・デルフト出身の女子プロテニス選手。1996年のウィンブルドン男子シングルス、優勝者、リカルト・クライチェックの妹である。これまでに WTA ツアーで、シングルス3勝、ダブルス4勝を挙げている。身長177センチメートル、体重68キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ミハエラは3歳の時から、 父親の手ほどきでテニスを始めた。彼女が7歳の時、兄のリカルトが1996年ウィンブルドン男子シングルスで優勝し、オランダのテニス選手として最初の4大大会男子シングルス優勝者になった。兄とは年が離れた末っ子のミハエラも、ジュニア時代に全米オープンで2003年2004年の2年連続でジュニア女子シングルスの決勝に進出し、 優れたテニスの技量を発揮し始めた。2003年の全米女子ジュニアでは準優勝だったが、2004年全仏オープンのジュニア女子ダブルスで優勝し、全米オープンではジュニアで単服優勝を果たす。2005年の全豪オープンで4大,大大会にデビューしたミハエラは予選3試合を勝ち上がり、初出場の本戦でもパティシュナイダーとの2回戦まで進んだ。しかし、 6月中旬のオランダスヘルトーボス大会で、ミハエラは、メガン・ショーネシーとの対戦中に右膝を痛め、右膝の外側半月板損傷の修復手術を受けた。4ヶ月の休養の後、10月のウズベキスタンタシュケント大会で、女子ツアー初優勝を果たしている。2007年全豪オープンにて2006年の成績は、女子ツアーでシングルス2勝ダブルス2勝があり、 ダブルスは両方とも、ヤネッテ・フサロバと組んで優勝した。四大大会では、全豪オープンで、アメリモレス元の3回戦に進んだが、全米オープンでは1回戦で、マリア・シャラポワと当たってしまう。2007年全豪オープンでは1回戦敗退に、終わったが、全仏オープンで、初の3回戦に進出する。ウィンブルドンで、第31シードに選ばれたくらいチェックは、この大会で、 初の四大大会ベスト8に進出し、準々決勝でマリオンバルトリに6から3、3から6、2から6で敗退した。2007年度の四大大会では、ダブルスでもアグニエシュからドアンスカと組み、全仏オープンとウィンブルドンの2大会連続で3回戦に勝ち進んだ。近年の暗いチェックは、左手首と膝に故障を抱え、女子ツアーでの成績が低迷している。四大,大会のシングルスでは、 予選敗退が続いていたが、2011年、全米オープンで予選を勝ち上がり、3年ぶりに4、大大会の本戦に出場した。1回戦で、エレニダニリズに3から6、7から6、6から1で勝利したが、2回戦で、セリーナ・ウィリアムズに0から6、1から6で完敗した。2014年全仏オープンでは、ルーシー・ハラデツカ、2015年全豪オープンでは、 バルボラストリコバと組ベスト4に進出するなど、シングルスよりもダブルスの活躍が多くなった。2014年6月ドイツの、テニス選手マルティン・エメリッヒと婚約した。2015年7月に結婚した。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。